ここから船に乗ると、帝都ザベートへ行ける。あなたはフェンデルの事情に随分と詳しいんですね。おかしいか？いいえ、別に。なぜそんなにフェンデルの事情に明るいのか、不思議に思っただけです。教官もいい年なんだし、いろいろ詳しくて当然でしょ。悪かったな、いい歳で。ごまかさないでください。ごまかしてないよ。私は正真正銘22歳のピチピチお姉さんだよ。だから歳の話じゃなくて。喧嘩ごめん、パスカル。私は気にしてないよ。平気平気。私には昔の記憶がない。覚えているのは子供の頃のアスベルたちと過ごしていた時のこと。みんなは言う。私はみんなを守って死んでしまったって。死んでしまうっていうのはどういうことなんだろう。なぜだろう。このことを考えると怖くて怖くてたまらなくなる。目の前が真っ黒になる。思い出したいような、思い出すのが怖いような、変な気持ち。いつかまた死んでしまう時が来るのかな。そしたらまたこうやってみんなに会えるのか。何者かもわからない人間を信用はできません。まだ疑っているのか、ヒューバート。まだというか、疑いがますます濃くなりました。あの二人は何か隠しています。よくわからない人、嫌いなの、ヒューバート。ええ、嫌いです。私は…え？私、自分のことよくわからない。私のことも嫌い。これは…ソフィーは隠しているんじゃなくて、
忘れてしまっているんだから仕方ないんですよ。彼らとは違います。忘れているならよくわからなくても平気なの？ええ、まあ。急にどうした、ソフィ？ううん、なんでもないよ。